よくインターネットでうつ病チェックとかありますけど、うつ病ではなくてうつ状態のチェックをしてるんですね。はい、おはようございます。朝やメンタルクリニックの院長増田祐介です。本日はうつ病の誤解を解くというテーマでお話ししようと思います。コメントを見たりですね、初診の患者さんを受けているときに、他の病院ではうつ病と診断されて薬だけ出されてたんですけれど、私はうつ病じゃないと思うんです、これなんじゃないかと増田先生の動画を見て 思いましたっていう、感想というかですね、訴えをされる方ってたくさんいらっしゃるんですね。で、それはコメントであったり、初診の患者さんだったりするんですけど、確かにね、うつ病じゃない人をうつ病とですね、診断して薬だけ出すクリニックっていうのはゼロじゃないと思いますね。逆にですね、診断が、うつ病であっていて、薬だけ出すだけで良かったりすることもあるんですよ。だから今回はそこら辺をですね、ちょっとまたですね、お話ししようかなと思います。で、まずうつ病とうつ状態は違うっていうことですね。で、うつ状態っていうのは落ち込んでいる状態、なんかこう体のエネルギーが落ちてるような状態をうつ状態と言います。元気が出なくて、集中力が出なくて、死にたい気持ちが出ちゃうとか不安だったりするってことをうつ状態というんですね。で、よくインターネットでうつ病チェックとかありますけど、それは何のチェックしてるかというと、うつ病ではなくてうつ状態のチェックをしてるんですね。で、うつ状態はいろんな病気が原因でなるんですよ。ここにあるの全部そうですね。だから甲状腺機能低下症とか、いわゆる普通のうつ病、適応障害、あと燃え尽き症候群、バーンアウトですね、不安障害、発達障害、境界知能、境界性パーソナリティ障害、トラウマ、PTSD の人、依存症、アルコール依存症とか、そんなんでも、うつ状態になるわけですね。だから、何でもかんでもうつ状態にはなるんですけれど、これが脳の病気が原因で、周期的にうつ状態を繰り返すのがうつ病っていうもんなんですよ。そもそもの定義としてね。定義というかそういうふうに考えられてます。で、実際薬が効いたりするところからも、やっぱうつ病っていうのは多分あるんですよね。それは臨床的に、こういうものがうつ病なんだろうなっていうのは漠然としたもやっとしたものはあって、僕らはなんかわかるんですけれど、でもね、これを実際の、定義にしようとするとですね、結構なかなか難しいんですね。みんなにも分かるように定義にしようとすると、 DSM-5 とか ICD-10 とか、11になるのかな、のような、その操作的診断と呼ばれるようなものに変わって、10個中5個ね、10個中なんだろう8個か9個その症状があればうつ病だってことになるんだけれども、そうする それ以上の定義ができなかったりするんですね。でも、実際はもうちょっと違うというかですね、のがあります。で、なかなか定義が難しいので、誤診っていうか、そういうのがあったりしますね。こんなんでいいですかねあんまりうまく説明できた気がしないですけど、とにかくうつ病とうつ状態は違うということですね。では、うつ状態に起こす病気っていうのはどういうのがあるのかっていうと、例えばですね、体の病気が原因でうつ状態になるものですね。代表的なもので言うと、甲状腺機能低下症ですね。これはなんか前動画撮ってるので、もしよかったら見てください。ここに甲状腺っていうのがあるんですよ。この柔らかいとこですね、ここら辺にある。これが元気を出すホルモンを出していて、これの機能が落ちてると、うつになっちゃうってやつですね。あとは最近だと、コロナの後遺症というか、コロナの感染後にちょっとなんか落ち込む、っていうのがありますね。風邪というかね、風邪って言っちゃいましたけど、コロナが良くなった後もしばらく元気が出なくて、気分のメールみたいなことが起きたりするんだけれども、大体良くなりますね。があったりします。あとは認知症ですね。認知症によって、うつっぽくなっちゃうということも結構あるかなと思いますね。体が原因でうつっぽくなる、エネルギーが落ちることって他にもあって、あとはここにカテゴリーに入れるべきかどうかは微妙ですけれど、産後うつとかね、産後のうつとか、この疲弊感とか、ホルモンバランスの変化でうつっぽくなっちゃうとか、あと PMDD ですね。月経、生理前に鬱になっちゃう。これは体の影響っちゃ体の影響なので、あります。
で、あとはまあもうちょっとよく分かっていないけれども、その脳の病気でこう気分のアップダウンがあったり下がる時期があるっていうものですね。まあ、うつ病だったりアップダウンといえば双極性障害だったりします。あと統合失調症もですね、まあ、幻覚妄想の後は、が落ち着いた後にですね、うつっぽくなるので、まあ同じ内因性疾患としてちょっとカッコつきで入れときました。あとはですね、疲労とかストレスが溜まって、もう元気が出ないってやつですね。だから適応障害とかですね、燃え尽き症候群、バーンアウトみたいなものもあります。だからこことここの差ってどういうものなのとか、結構ですね、患者さんはよくわからなかったり質問されますし、診断が難しいとか言ったりしますけど、これもなんかうまく説明難しいですね。こっちは脳の病気でこっちはストレスによるんだよとか、まあざっくりした言い方しますけど、まあ確かにね、考えれば考えるほどそれって定義としてうまく説明できてないことはよくわかるんですね。ただ臨床っていうのは結構そういうもんだったりします。まだまだ脳科学は分かっていないですし、哲学的な定義の厳密さが大事ってわけでもないので、まあここら辺は似たようなもんだけど結構分けたりしてます。はい。で、ここら辺はですね、この赤線の上ら辺はやっぱり薬とかですね、休養で結構良くなったりしますね。良くなったりします。だからある意味薬だけ出しているような治療でも悪くなかったりしますね。でももうちょっとですね、やっぱ自己理解とか深い理解が必要だったりすることってあってですね、それが下の領域になります。いわゆるカウンセリング的なもの、精神療法だったり、まあ心理師さんのカウンセリングだったり自助団体でもいいし、何でもいいんですけど、いわゆる僕が YouTube で伝えてるようなことですね、疾病教育だったりが重要なのは、特にこの下から、こっから下ですね、話かなと思いますね。で、例えば体質の問題ですね。体質の問題で、例えば不安になりやすい人とか、不安障害ですね。体質的に、まあ、人間関係が苦手な人、こう人間関係で起きる恥ずかしいって思いとか、なんかこう対人不安とかで、人付き合いを避けちゃうような人、なんか社交不安障害とか、回生パーソナリティ障害のような人、あとは、まあそういうのが原因で鬱っぽくなっちゃうパターンもあれば、あとは、発達障害ですね、人と同じことができない、人の気持ちが、を読むのが苦手、会話が苦手、マルチタスクが苦手、忘れ物が多いとかですね。あと、境界知能ですね。みんなと同じことが、ちょっとできない。だから相対的に、苦手なことが多いんですよね。相対的に他の人よりも相対的に知的に弱いところが多かったりするので困るパターンとか、あと境界性パーソナリティ障害とかですね。感情の起伏が激しかったりとか、情緒のコントロールが他の人より苦手だったりとか、相手を誤解しやすい人たちですよね、こういう人も。あとはまあ、なんかね、生まれつき体力がない人とか、まあ、障害があるような人たちも、まあ、なんか、体質的な問題があって、まあ、鬱っぽくなりやすいかなと思います。こういう人たちはですね、まあ、治療としては、得意な自分とですね、現実の社会との折り合いをですね、どうつけるのかっていうのが、まあ、治療的なポイントなのかなと思いますね。で、精神科っていうのは、結局、その特殊な体験をしてきた人たちが、いるっていうことなんですよね。だからその特殊さっていうのは他の人が経験したことのあるものとはやっぱ違うんだよね。なのでうつの時はこうしろとか、なんかこううつ病はこうやったら治るんだとかを、まあ持論で語る人とか、がたくさんいらっしゃいますけど、まあそれはあんまり良くないんじゃないかなと思いますね。やっぱりこう、全部違うんで、一個一個その理由は違うし、その特殊さとか得意さってその、もう違うんだよね。全然違うので、これだからこれっていうことにならないんです。一人一人結構違うので、解決方法も結構人と人によ、人それぞれ違いますね。はい。で、体質、生まれつきの体質の違いっていう問題もあれば、生まれつきな問題は問題、生まれつきの問題ではなくて、生まれた後ですね。生まれた後にトラウマとか何かこう、虐待とかで、記憶に何かこう、悪いものが植え付けられちゃって、人生を楽しめない、鬱っぽくなりやすくなってる人たちっていうのもいます。まあ、こういう人たちは心的外傷、まあ、記憶とどう向き合っていくのか、どう受け入れていくのか、どう上書きしていくのかっていうのが、まあ、治療のポイントですね。
だから、まあ、こういうものが原因としてあるから、うつになっちゃうってこともあるので、ここのケアが重要です。これは、ここら辺は薬、こことかね、特にそうですけど、ここは薬で結構改善することもあるんですけど、こっちは体質の問題だからね。こっちは薬じゃなかなかうまくいかないので、やっぱり今でもカウンセリングっていうのは有効だったりします。あとはこういううつの問題からですね、自分なりに解決しようと思って誤った解決策を取ってしまった結果、依存症のようになってしまうパターンですね。自傷行為だったり、まあ、自傷する瞬間楽になるのでやっていって、これで楽になる、これで楽になって思った結果止まんなくなっちゃうね。嫌なことがあったりとか辛いことがあったりすると、自傷する以外の解決策が見つけられなくなっちゃって、そればっかやっちゃう、自分を傷つけちゃうような人たち、あと食に走る、過食嘔吐だったり摂食障害だったり、まあそういうパターンもあれば、性依存症のようなパターンで、性的な体験でしかストレス発散ができない、何か困ったことがあるとみんなにいい顔してね、無理をして、で隠れてエッチな場所に行って自分の暴力性とかを発揮するとか、そこでストレス解消しちゃうってパターンもあれば、同じようにアルコールだったりドラッグだったりゲームだったりギャンブルだったり、まあそういう依存症関係ですね。それでもう止まらないパターン、で鬱っぽくなっていることもあるので、もちろん依存症の治療をしなきゃいけないという感じですね。でだからまあ薬だけでは、まあ、良くならないわけだし、まあ、同じね、うつ病気であっても全然違う、同じような症状があっても結構違うってことあります。で、まあ、問診の段階でですね、患者さんが喋れない、こういう話、下の話を喋れないってこともあるので、まあ、で初診でそういう話をしていいのかという問題もあったりしますから、まあ、頃合いを見て話したりとか、こういうね問題を扱うっていうのもあるんですけれど、まあでも、薬だけではないってことは、まあよく知ってもらいたいなと思いますね。でまあなんていうのかな、薬の治療とか診断をして薬を出すっていうのは、医者の中では確かにね、治療の8割を占めるとかってこともあるんだけれども、患者さんは薬を飲むだけなので、体感としてはですね、やっぱり患者さんの頭の中でやる体験、頭の中っていうか治療の中で起きる体験していることとか、体験しなきゃいけないことっていうのは、やっぱこの赤の箱のことかなと思うんですね。だから自分の気持ちっていうのはどういうものなのかを概念化していく、言語化していくっていう作業、自分は何を考えているのかっていうのがもう曖昧としていて、わけが分かんなくて整理ができなくてぐちゃぐちゃしてるんですよね。これをきちんと整理していく作業っていうのはとても重要だし、その整理をしていく中で整理の仕方を覚えて、こう自分の感情をですねコントロールすることができるようになるんです。で、自分の感情をコントロールするためにはですね、他人の気持ち、他人がどうやって自分の気持ちをコントロールしているのか、他人はそう自分のことをどう思っているのか、他人は他人のことをどう思っている、他人自身のことをどう思っているのかってことも学ぶ必要がありますね。だから自分の中でいろいろやってても答えて見つからないんですよ。だから、あの人はどう考えたんだろうとか、この人はどういうふうに問題を解決していくんだろうとか、それは身近な人からその歴史上の人までいろんなタイプのいろんな他人があると思いますよ。でもそういうことを知っていくことが重要だし、まあ、もちろんですね、医学的な知識っていうのも大事ですね。誤った情報の整理の仕方ではダメで、やはり科学的に考えていく、スピリチュアルな世界に入るのではなく、いわゆる医学的な常識、科学的な常識の、まあ、で整理していくってことが重要ですね。で、ちゃんときちんと知識を持つってことも重要だったりします。ということで、まあ、うつ病と診断されてるけど、実はうつ状態の診断で、こうなんだろうな、実際の問題はこっちの問題なんじゃないのっていう人は結構いますね。赤の問題なんじゃないのっていうことは結構あって、でも薬だけで治療していこう、うつ病という診断にして薬だけで治療していこうっていう、まあ治療者側のなんかね、願いみたいな、願いというか欲望というか、まあそういうのもあったりするので、まあそれじゃああんまりねうまくいかないので、うつになる原因っていうのをですね、まあちょっとざっくりですね、概説してみました。はい。
ということで今回は、まあ、うつ病ではなくうつ病とうつ状態は違うよという、話を中心に、まあ、いろんなパターンですね、いろんな疾患のパターンを解説してみました。では以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。